茨城港茨城港の位置茨城港は茨城県の北部に位置し、日立市、中郡東海村、日立中市、東茨城郡大洗町にまたがる中核国際港湾、重要港湾。港湾管理者は茨城県。2008年12月25日、旧日立港、日立中港、大洗港の3港を統合する形で発足した。鹿島港と双壁をなす。 茨城県の重要港湾の一つで、首都圏、ニューゲートウェイとして役割を担っている。北側ゲートウェイである茨城港は、日立港区、日立中港区及び大洗港区の3港区からなる港湾で各港区を差別化して、機能を分担することで、コンテナ船、ロールー、フェリー、バルク、客船など、多様なニーズに対応させている。 京浜港と比べ混雑が少なく、2011年3月には、北関東自動車道が全線開通するなど、陸上交通路のアクセス環境も向上しており、港への所要時間短縮による物流の効率化が見込まれている。防災面では、首都圏直下地震など大規模自然災害発生などの有事に、東京湾諸港の港湾機能を保管する役割を果たすことが期待されている。 大洗航空大洗港区にある、フェリーターミナル日立港区第1及び、第2府東日立港区第4及び、第5府東日立中港区茨城の、港茨城県土木部港湾課。ありがとうございます。